解説、この時どう解説したらいいですか。岡田さんはね、自分の思ったことをダイレクトにいくタイプだと思うんですけど、あんまりぶった切るの得意じゃないんであれやで、チームに媚び振る必要はないと思うよ。思ったことをそのまま、思ってることを言うた方がええな、うん、上の人を気にして喋るとかな、そういうのもいてるもんな。いてるやろ、いてないこうやってユニフォーム着たいなと思うような発言するやつとかな、そんなんじゃないしね、うん、俺は阪神の解説してんじゃないからな、野球の解説してるから、うん、だからやってはいけないこととかな、これやったら絶対失敗するとかいうのは言うよ。野球を好きな人のためにね、野球の解説をしてるだけで、阪神ファンの解説したらみんなええように言わなきゃいけない。ピッチャーにしても今日は最初からこう悪かったからこう思ったみたいな、うん、そういう風にしてるよね。今日は打つよってもう言うよ、相手バッターでも言うわ、今日タイミングが合ってるとかね、うん、野球の評論解説としてね、あんまりどうなりますかねとかあかんで、ね、やっぱり自分が思ってることここはこうなると思うっていうかね、うん、別にそれ外れてもええやん、うんうん、すごいことしよったなって言ってたらええね、外れた、はい、だいぶ参考になりました。